内側から回って裏取りにしました。メディークメディーク。はい、それでは半導線リーダーに行きます。限界値5秒前4321スタート。動画をご視聴中の皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はこちら、オペレーションフリーダムのセミオート定例会にお邪魔しております。そしてこれはハンドガン戦ですね。ウプ主はハイキャパイでの参戦らしいです。あれ、そういやウプ主は、ああ、ハッピーグリースマーン。はい、さよなら。おシュートになります。うわ、ちょっと。あれは、まったく、相変わらずひでえな、お前は。なんでスープ主その格好は。クリスマスイブだからってアニメサンタですか。どうせ今年もシングルベルなんですから、見苦しい格好しないでくださいよ。シングルではない。俺はたくさんのサバゼー仲間に囲まれて。いや、そういうのいいんで。あ、はい。弱い。で、ウプ主、今の状況を教えていただいてもいいですか。今の状況、全力で裏取り中。またですか。いや、聞いてくれよ。今回のこのゲーム、午後のゲームなんだけどさ、午前中ぐっそ強い人たちと組むことになってレイプ状態になっちまってね。午後はシャッフルされちまったわけよ。で、このゲーム、その強い人たちと鉢合わせたから全力で方向転換して裏取りに切り替えたわけさ。マップで言うと、ウプ主がブラゴー攻め、敵がエコー攻めで、正面突破しようとしたけど敵が強いから H からの裏取り攻めに変えたってことですね。また逃げたのか。いやこれはだな、相手の攻撃力を逆手に取り、守りが手薄であることを予測し、敵の弱点を攻めるという効果的な作戦でな。いや別にいいんじゃないですか、裏取りでも。一応戦法ですし。甘いですよ、キュウ君。この次のゲームも裏取りですから。ちょ、お前、何バラしてんだよ。ゲーム続けてか。それは、ふっ、さて、そんなことより接敵したぞ。あ、流した。で、敵は40、いや、35メートルくらい先でしょうか。ウプ主のエイム力だと、もう少し近づきたいところですね。あ、空が綺麗だな。雲はなんて自由なんだ。現実逃避してないで、さっさと接近してください。ただでさえ敵見えないんですから。フィールド説明が遅れましたが、このお手振りは塹壕というか、小山が無数にあるマップでして、総軍戦になりやすく、接近しての打ち合いが多いフィールドです。この小山に隠れて進むのが容易になっております。このマップだと狙撃戦はあまり期待できませんね。全くできないというわけじゃないですが。そうだね。で、調子はどうです。どうもこうもあるか、ハンドガンのレスポンスが悪くてまともに戦える気がしねえ。しかも敵は一体じゃない。あ、当たった。ヒットコールありがとうございます。そしてもう一人いることは分かってるんだよー。ヒットコールありがとうございます。明らかに戦意を損している敵にも容赦しない鬼畜の所業。戦場に情けも容赦もあるものか、あるのは成果しかだ。戦場に出る以上、常に死のリスクを背負い戦うしかないのだ。でもいざ自分があの状態になったら。お願いします、痛いところは打たないでください。きっと認めますから指先と耳だけはやめてください。指先と耳は痛いですからね。まあ、そこしか出てない時も少なくないから仕方がないんですけどね。走行している間にフラッグ前ついたぞ。そしてこのガバガバクリアリングである。フラッグ取れたからいいですが、実はこの付近にまだ敵兵が隠れていたそうです。撃たれなくてよかったですね。あ、バランスいい。ホイールとか抜いちゃってるんで。はい、ですよね。カルカルです。レシーも、ね、レシー抜けました僕も。最初はつけたんですけど、はい、もういいなって。はい。はい。正ラインショットなからずっこけてますが、次のゲームです。今回も裏取りでしたっけ。こけてねえし、立て直したし。こけてるんだよな。まあ、ウプ主がこけているかの事実は置いておいて、とりあえずコメント返しといきましょう。わい、コメ返し、研究コメ返し大好き。ウポーツ、ウポツッス。ポツアリー。オープニング変えたのか。前回から使用しているオープニングに関してのコメントですね。曲は、ザ・バックホーンのその先へ、という曲です。バックホーンは名曲尽くしで歓喜ですわい。両つべ版にはオープニングがついていないようでしたが。権利。いや、察してくれ。出だしからひどかったな、わら。てっきり趣味かと。ああ、そういう趣味で言ってると思ったわ、わらわら。冒頭動画のネタについてですね。ウプ主ド M 発言の。いや、ルールだからね。そういうルールだから仕方なく言っただけなんだからね。いや、俺もルールでないならば、紳士の遊びであるサバイバルゲームにおいて、このような変態的発言などしたくはなかったのだが、やはりサバゲームあたるもの、その時のシチュエーションや空気や流れを読み取って、それに準ずる行動を心がけなくてはならないと思うのだよ。すなわち俺は何一つ間違った行動はしておらず、むしろ模範的な行動をしたのであって、私は完璧に完全で幸福なのです。最後からの嫌じゃねえか。で、ヒット1です。1ネタでイブンだな。ゴロゴロめっちゃ転がってますね、わら。いや、こきハンドガン戦のコメントですね。1ネタと1ですで、イーブンにしてくれる優しい視聴者様。しかし今後ネタを挟まないとヒット取っても認めてもらえない模様。この動画はいつだって真面目なサバゲー動画なのに。個人的には、最近のロシアはタクティコーナ AK 使ってたり、2009年からグロック17使ってたりするから黒 AK もありだな。AK についての話ですね。
確かに黒のメカメカしい AK も人気ありますよね。個人的には買うならやっぱりウッド AK だけど、バイオハザードダムネーション好きとしてはレオンの使ってたような黒 AK も嫌いなわけじゃないからね。ですねー。参加者の安全に配慮してくれるのはありがたい。戦のフィールドレギュレーションについてですね。遊ぶ場を提供している以上、フィールド側はいろいろと厳しくてもいいと思うんだ。その上で、これはいい、これはダメっていう線引きを、安全面を考慮した上で柔軟に対応できるのが、素晴らしいフィールドだよな。最近はいろいろフィールド側も大変みたいですしね。説明書頑張って読みましょう、わらわら。やったね、ボーナスをカメラに全突破だ。カメラについてのコメントですね。買っちまったよ。ソニーのアクションカメラ、FDR、X3000R。それからスナイパーガンカメラ用に、エブリオの GZ-E24に。高い買い物でしたね。正直今回の動画もあんまり画質良くないしね。次回から期待かな。セミで頑張ってると指吊りそうだし、だんだん連射が遅くなってくる。わら。セミオートについてのコメントですね。でもこれ、指吊りそうなくらい連射してるウープ主もどうなんです。ワンショットワンキルできるよう頑張ります。さて動画本編に戻りまして、今何やってるんです。裏取りしたはいいけれど、敵に見つかったかもしれなくてビクンビクンしてます。あー、このコメント返ししてる時ですね。確かに敵がいましたね。でも敵も一人みたいですし、打ち勝てさえすればなんとかなるんじゃないですか。バカ野郎、俺にそんな勇気あるわけないだろ。いい加減にしろ。それにこのゲームな、実は午前のゲームなんだよ。強い人たちと組んだっていうゲームですね。そうそう、だから正面は任せて、裏を突く作戦してるんだよ。そんな俺が差しで打ち勝つだと、そんなミラクル見てみたい。サバ芸歴もうすぐ2年の人のセリフだとは思えませんね。2年って言っても、月2回ぐらいしかしてないしな。それよりなんかおかしいな。見つかってるにしては打ち込まれませんね。隙間からたまに見えたんだけど、相手こっち見てなかったしな。これ、もしかして。見つかってない。ヒットコールありがとうございます。キャッパー、裏取りタイムの葉、島、リダー。ノーナイアドレナリンドッパドバですね。駆け巡るのない物質、ゼータエンドルペン、チロシン、エンケファリン、バリン、イジン、ロイシン、イソロイシン。負けフラグですけどね、それ。とはいえここまで深くえぐり込むと、相手も対応しづらいでしょうね。対応、何を言っている、対応などさせぬわ。キャツラは気がつかぬうちにヒットしているのだからな。ヒットコールありがとうございます。まだだ、まだ終わらんよ。一人なわけがなかろうて、そこにおったか。ヒットコールありがとうございます。確率変動突入じゃあ、無防備な敵の背中、なんとうまいことか。これだから裏取りはやめられねえ。ヒットコールありがとうございます。ここで正面部隊と合流ですね。ここですごいのは、正面から来た部隊、ウプ主を瞬時に味方と判断してくれている点ですね。これ慣れてる人じゃないと、つい反射的に撃っちゃったりするんですよね。そして味方がフラッグゲット。なんとかなりましたね。ナイスということで、オペレーションフリーダム、セミオート定例会でした。セミオート限定の定例会ということで、参加者が24人くらいの小規模なゲームになりましたが、この人数でこの規模のフィールドを使うのは非常に楽しかったですね。フィールド自体は普段慣れている森林系でもなく、CQB でも市街地戦でもなく、独特の雰囲気のあるフィールドでしたね。厳密な壁ではないのに隠れて移動できるというのは新鮮でしたね。参加者も、ベテランから新兵の方まで、人数の割には幅広く参加していましたね。さて、年内のサバゲー動画はこれでおしまいとなります。来年も楽しんでゲーム、動画作成をしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。良いお年を。